川崎フロンターレ3、1横浜 FC J1 第15節、明治安田生命 J1、具第15節の川崎フロンターレ対、横浜 FC 戦が22日行われ、ホームの川崎 F が3、1で勝利を収めた。今、ズンの J リーグはダゾーンで、いつでもどこでも簡単、超。1ヶ月無料お試し実施中、開幕から17戦連続部で首位を快走する。川崎 F に対し、最下位に沈んはいるが、前節待望の今季初勝利を挙げた横 FC が挑む。だが前半から試合を優位に進めたの、やはり、川崎 F だった。17分には、左サイドでの展開、ら、課長秋広が落としたボールを、三笘薫が受け、エリア内へ侵入を試みたところで、手塚康平、倒されて、PK を獲得。これを課長が冷静に決めて、崎 F が先制点を奪った。さらに28分には、横浜 FC の GK 氏、アキラキが、レアンドロ・ダミアンのプレスを受け、でボールを失ってしまう。三笘と守備陣がこう、してこぼれたボールを、田中緑がペナルティーアーク内で拾い、反転から、ゴール左隅へのシュートを突き刺して、リードを広げた。2点リード、前半を折り返した。川崎 F は後半開始直後にも3目を追加。田中とのワンツーでエリア右に抜け出した山根白井がクロスを入れ、中央で泡田三笘が右足で蹴り込んだ。三笘は4試合連続、ルで、今季8点目。横浜 FC も63分には、クレーベのヘイングダンでようやく1点を返したが、それ以上、反撃はならず。川崎 F が開幕からの連続無敗を18合わせに伸ばす白星を手にする結果となった。得点者、19分1、レイ課長、秋広、川崎会28分2、レイ田中緑、川崎会47分3、レイ三笘薫、川崎会63分3、1クレーベ、横浜 FC、両。